はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこのアーリーショベルのお話をしようかなって思います。そうですね、このショベル乗り始めて2ヶ月3ヶ月経ったんですけども、結構その旧車と言われる部類に入るバイクなんですけども、燃費をね気にされる方とか、燃費ってどのくらいなのってよく聞かれることが多いので、今回はねこのショベルの燃費についてお話ししようかなと思います。これから、ショベルをね買おうかなとか、あと今ね、ショベル乗っている方で、燃費ね他のバイクどのくらいなのかなっていうのがシェアできればいいかなと思っていますので、よかったら、最後までチェックしてみてください。ではちょっと乗りながら話してみたいなと思います。はい、そんな感じで今ねちょっとショベルヘッド乗っているんですけども、で燃費に関しての話なんですけども、あくまでもこのアーリーショベル1967年のアーリーショベルの燃費なんで、他のねアーリー乗ってる人とかパーン乗ってる人とか、エボ乗ってる人とか、いろんなハーレーあると思うんですけども、それぞれね燃費全然変わってくるんで、あくまでもこのショベルの燃費ということで、参考にしていただければなと思います。でまずこのショベルがね、どんな状態かっていうところからお話します。エンジンは1967年のアーリーショベルとなります。55年ぐらい前のエンジンですね。腰上は結構新しいパーツ使ってあります。なので比較的アーリーの中では新しめのパーツというか、リプロのパーツを使って、組み直しているバイクとなります。で5年ぐらい前に全部これリプレースしてるんで組み直してます。もう腰下もそうですし腰上もそうですし、ミッションを含めて、結構ねいい状態に5年前になっている感じです。でキャブレーターは HSR というものが入っています。結構走りに振ったキャブレーターが入ってます。でホイールとかディスクブレーキとかも結構新しく変えてあって、ホイールも軽いやつに軽量ホイールに変わってます。なのでそもそもバイク自体の重さがもう220キロしかないので、かなりねバイク自体が軽いんで、その辺も燃費とかにはね加味してくるかなと思います。でホイールのねベアリングとかも全部変えてありますし、プラグもイリジウムのプラグが入っていたり、オイルもね化学合成の今はアッシュというオイルが入っているんですけども、それが入っていたり、自分で言うのもあれですけど結構手入れしてメンチされていい状態で乗れるショベルになってます。で実際の燃費はどうなのっていうところなんですけども、で街乗りでだいたい14か15キロですね、1リットル、そんな感じ で高速だと、20ぐらいですかね。自分街乗りばっか乗ることが多いんで、もう少しで池袋なんですけども、だいぶこう信号が多いところをね走ったりするんで、ストップ&ゴーはね非常に多い部分で走ってるので、それで街乗り13から15ぐらいになったら全然悪くないかなって思っています。で自分はそんなにこうアクセル開ける感じの走り方はしないんで、結構ゆっくりとことこ走る感じなので、またねアクセルバッて開けちゃう人は燃費も変わってくるかなと思うんですけども、現状街乗り13から15、高速で20ぐらいですかねって感じです。で高速道路に関してもこのバイクであればもう80キロで巡航してればちょうどいい感じで、そんなね100キロ120キロ出すっていうところはないんで、80キロでリッター20っていう感じですね。でタンクはこれ確か7リットルぐらい入るタンクなんで、街乗りで言うともう70キロ80キロ走ればもう給油タイミングでリザーブ使わないといけないかなっていう感じですね。で高速であれば100キロぐらい走ったら給油すればいいかなって感じです。厳密にこれ燃料系入ってるバイクじゃないんで、もうトリップメーターで距離で
入れていくしかないんですけども、まあ、現状はねそんな感じですね。よっぽどねあの遠出するとかじゃなければあのこのバイクよく使ってます。まあ、高速道路はねほとんど乗ったことないんでこのバイクで、なのでまたね今後あの高速道路乗って燃費のねチェックとかもねやってみたいなとは思います。まあ、今日はねそんな感じで、ショベルの燃費の話をしてみました。まあハーレー乗ってる方でね自分のバイクはこのぐらいの燃費だよとかねもしおっしゃっても OK な方はね、コメント欄に記載していただければなと思います。この動画では、バイクをはじめ自分が興味あることをご紹介していきますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram もやっていますのでそちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、そんな感じでもうちょっとお話ししてみようかなと思います。ここはね池袋と目白の間ですね。あそこに白バイの人がネズミ捕りをしてます。結構取り締まり合ってる人多いんで気をつけてください。まあ、今回はねあのショベルのお話ししたんですけども、まあ、他にもね FXR とかストリートグライドとかファットボブとか、まあ、いろんなタイプの車種タイプのエンジンのハーレー持っているんですけども、まあ、大体どのバイクも街乗りでリッター15高速20っていうのは大体同じな気がします。インジェクションのバイクに関しては、チューニングしてあるので燃費落ちてその値になってます。チューニングする前は燃料薄く吹いてるので高速でもねリッター20は超えてきます。25良ければ28とかそのぐらいはいくかなって思います。ただねやっぱりインジェクションはチューニングしないと乗りづらいんで、はい、白バイの方がチェックしてます。まあ、最近ねガソリンがすごい値上がりしてて、この前とかサービスエリアですけど廃屋がね200円超えていてちょっとねびっくりしましたね。今3月上旬ですけど、まあ、街中のガソリンスタンドでもリッター180円台だと思うんで結構ね高いんですよね。まあ、燃費はねいい方がいいんですけど、まあ、ハーレーに関してはめちゃめちゃねあのリッター30、40走るっていうバイクじゃないんで、まあ、そこはもう仕方ないかなと思います。 PCX っていうスクーターとか、まあ、あと KTM のデューク200っていうバイク持ってるんですけども、まあ、その2つに関してはもうリッター30、40は普通に出してくるんで、まあ、そう考えるとねハーレー燃費悪いって思うかもしれないですけども、まあ、そんなに燃費悪くないしそんなに急に困るっていう感じでもないですね。なのでねこれからハーレー乗ろうと思っている方とかショベルとかねパン、まあ、もろもろね旧車乗ろうっていう方はねそんなに燃費はね気にしなくていいと思います。個人的には燃費よりこのタンクの大きさの方が結構重要かなと思ってて、あの乗り方によってね街乗りとか近所でしか走らないっていう方は小さいタンクとかねいいと思うんですけども、1日300キロ400キロ走るとか、ロングツーリングしたいっていう方はねやっぱり大きいタンクがいいかなと思います。自分もロングツーリングするときはねあのストリートグライドっていうツーリングモデルかを使うんで、そうするともう1回給油すると300キロ、350キロはね普通に走るんで安心して走れます。まあ、本当言うとねこのバイクにもガソリンのねゲージつけたりとか電圧計とかねつけたりとか ETC とかねついてないんでつけたりとかしたいんですけども、多分ねこのバイク何もついてないのが、ね、多分かっこいいなと思うんで、もうそういう便利なアイテムはねつけないで買った時の状態でとことこ乗っていこうかなと思います。まあ、でもこのバイクあのエンジンの回転数とか、まあ、あとねセルがついていたりとか結構ね便利なアイテムついているんで、まあ、他のショベルとかに比べるとだいぶ、優遇されている部分はあるんですけどもね、そんな感じで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。